普通の家があるところから始まる一枚話でございます。始まり始まり拍手。さあ、あるところにお家があったそうなんですけども、じゃあ彼女も入れていきましょうね。はい、これどんなところにあったお家なんですか？場所はどこ？これ山のてっぺん。山の、なるほど、てっぺんのお家にはお父さん誰が住んでるんですか？これおじいさんが一人です。あ、なるほど、一人の独居老人ということで、おじいさんがなんか一人で、ちょっと腰曲げとこうかな、よぼよぼのおじいさんが一人で住んでいて、じゃあこのおじいさん今日何してるんですか？山で目がないよ。山で、うん、なんか一人でなんか山に行ってゴロンとする。あ、ゴロンとのんびり今日はやっているとかさ、この後どうなっちゃうの？そしたらその坂から転がって、ね、あ、そういうゴロンな感じですね。なるほど、ゴロンとしたのはなんか体勢だけじゃなくてコロコロと転がって、これどこまで行っちゃうの？一番下。一番下、山のふもと。何があるの、お父さん？山のふもとは小川がな、あ、小川が、川がサラサラと流れている、ちょっとこう距離あるってことにしときましょう。小川のほとりまでおじいさんは転がっていって、どうなっちゃうの？全体びしょ濡れになって、はいはい、あ、もう入っちゃうんだね、小川にね。ぼちゃんとおじいさん飛び込んじゃってびちょ濡れになって、どうなっちゃう？なんか仕方がなくて泳いで、うんうん、泳いだら亀がいた。あ、なるほど、元気だね、おじいさんね。コロコロ転がってて、もうしょうがないから濡れたついででバチャバチャ、おじいさんは泳いでると、なんとそこで亀に出会ったらしいんですけど、さあ、お母さん、これ亀に出会って2人どうなっちゃうんですかね、これね。亀ばったり亀に出会って、おじいさん乗せてもらう、乗せてもらう、とりあえずちょっと浦島太郎よろしく。おじいさんは亀の背中に乗っちゃって、これどうなっちゃうの？どうなっちゃう、どうなっちゃう、海まで寝る。あ、なるほど、このまま海まで行きましょうかということで、ちょっと上の方になっちゃいますけども、2人は海の方まで亀に乗せて泳いで連れて行って、まあ、さあ、これ海まで行っちゃいましたけど、この後どうなっちゃうの？あ、いっぱいの人、なんかざわざわと人だかりみたいな。どんな人たちに出会ったんですか、お父さん？どっかの原住民。あ、原住民、ウホウホみたいな感じで、どうもここは槍とか盾とか持ってたの、はい、原住民、もともと住んでた人たちにばったり出会った二人、どうなっちゃうの、この後？なんか亀がいたけど、乗せてもらってたけど、うん、陸に助けてもらった。あ、なるほど、乗せてもらって、ちょっと陸に逃げましょうということで、亀が陸にナビゲートして、お母さんこの後どうなっちゃうの？ナビゲートして、なんか危険を感じたんだね、ちょっと原住民怖いなみたいな感じで、陸の方へ逃げていって、どうなっちゃう？陸の方へ卵をとりあえずなんか安心したのか何なのか、亀はポロポロと安心したのか卵を産みまして、どうなっちゃうのこの後？もう一回沖に出て、はい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 、クジラに飲まれちゃった。なるほど、今度は沖の海の奥の方に行ったと思ったら、大きなクジラに丸飲みに、結局2人は なんか一難去ってまた一難という感じ。これこの後どうなっちゃう？あとじゃあ一周でちょっと終わりにしたいと思います。どうなっちゃうこの後？塩で、うん、あ、ブワーッとこれ出てきちゃうってこと？あ、2人は食べられたと思ったら、ここはね、口とこう鼻がつながってて、ピュワーンと2人はコロリーンと飛び出していって、わーっとね、おじいさん大丈夫かな、体ね。はい、この後どうなっちゃうの？なんか船に助けられた。あ、なるほど、やっとここで助け船といいますか、2人を見ていたお船がなんとか2人大丈夫みたいな感じで、船に2人は助けてもらって、どうなっちゃう？なんか綺麗だなって覗いてたらまた落ちちゃった。あ、なるほど、海綺麗だな、落ち着きすぎですね、落ち着いて海綺麗だななんて思ってた2人はまた身を乗り出しすぎて、ぼちゃんと海の底へブクブクと落ちていってしまって、さあ、あと2手で終われるのかってとこですが、さあ、この後どうなっちゃうの？落ちてったら、でももう亀もいるし、やっぱり竜宮城に行って、うん、あ、なるほど、もうこれは落ちたついでだということで、海の奥底にあると言われるあの有名な
竜宮城の方へ2人は泳ぎ着いてですね、じゃあ最後このお話、お父さんどうなっちゃうんですか。すごい楽しい思い出だったんだけど、全て夢だ。なるほど、わあ楽しいことが今から始まるかなと思っていたら、全てはおじいさんのごろりとしたこの夢の中でした、という綺麗な夢おじに終わりました。めでたしめでたし拍手。はい、壮大なのか何なのかみたいな話ですけどもさあですね、この話じゃあちょっとね、おさらいするので最後お話のタイトルを決めて締めにしたいと思います。あるところにあったのはお家でしたね。山のてっぺんにあったおじいさんが一人で住んでいた。今日はゴロリと横になったが、良かったのか悪かったのか、そのままゴロ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 と転がっていって小川にぼちゃんと落ちて流れて泳いでいった先で出会ったのは亀ですね。このまま亀に乗っていろんなところへ行きましょうということで、今から海へ行ったらですね、原住民たちとばったりと出会ったので、これは危ないという陸に逃げて安心して卵を産んで、この卵誰も触りませんでしたね。はい、ちょっと安心したの、つかの間そのまま沖に出たと思ったら、今度はクジラに飲まれて、そしたら頭から潮と一緒に出て船に助けられたのは良かったんですけど、また水の中を覗き込んだら海に落ちちゃって、そのまま竜宮城へ行って楽しもうかなと思ったら、最後は全ておじいさんの夢だったというお話でございました。拍手。はい、じゃあこのお話最後何という題名タイトルにしましょうか。はい、もう浦島太郎、もうこれ浦島太郎でいいんじゃないかみたいなね。なるほど、浦島太郎って名前なの。あ、浦島太郎っていうことになったのか、それ名前なのか、そこはぼやかしておきましょうね。浦島太郎というお話、これがルーツになったのかもしれません。めでたしめでたし拍手。